はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。やすし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。NHK スクランブルデモ、実質解体デモの、下見に行ってまいりました。明日になったもんですから。はい、こんな感じでですね、渋谷のスクランブル交差点、1回の信号で約3000人が行き交う世界最大の交差点であります。今日も人出がすごかったです。デート中のカップル多数おりました。デートで渋谷はないなって私ちょっと思ったのはですね、なんせほら露出が多いスタイルいい女性がしこたまいまして、男もね、シャレオツなホストみてえなビジュアル系バンドみてえな男もたくさんいまして、カップル、デート中のカップルが目移りしちゃうんじゃないか、若いからさ。で、男は男で、まあまあミニスカートでへそ出してなんて、ギャルが通りかかると、まあ自分の彼女、連れてる彼女、あっちの方がいいななんて一瞬思うとですね、女性の方はそんな男の心の動きを見逃しませんからね。やっぱね、良くない。やっぱりカップルは他の男女がいない、まあ山の中にボートコインに行くとか、そういうのがいいんではないか。そういえばディズニーランドでデートしたカップルも別れちゃうって、聞いたことがあります。これも同じ理屈で、やっぱね自分の彼女より、数段上のビジュアル、まあ、ビジュアルだけ、心の底からですね、自分の彼女が性格から何柄好きだっていう男はまあ別として、まあ若いから。でね、ミニスカートの姉ちゃんの尻を目で追っちゃったりなんかして、よくない。デート中の男はそういうのはよくないから、渋谷とかディズニーランドはデートないななんて思っちゃったんですけどね。10月2日13時30分集合、支部長は13時、上り作ったりなんかありますから、集合場所渋谷区神宮前 6-22-8、神宮通り公園、現場にいてわからないはずないのに、国葬反対集会500人を1万5000人と全国放送する NHK を許すな。我々の世代でなんとかしましょうね。今日も暑かったんですけども、今日と気温同じぐらい、29度最高気温で暑くなる予報なんで、支部長各位は上着なしのワイシャツで、お願いします。下はジーパンじゃなくてスラックスかなんか、スーツの下かなんか着てきてね、ちゃんとね。持ってきても、まあ上着持ってきてもタックンのランクルに置いておけますけれども、メール当院のフォレストさんは極地付きの帽子やめてくれ、あと極地付きの T シャツと目立つから、国旗や所属旗は一律ご遠慮いただいております。まあ Z 機とかね、なので日本改革党の旗もあげません。以上よろしくご参加をお願いいたします。難病全身性アミロイドーシス、これアミロイドっていうアミノ酸が全身に付着しちゃうっていう免疫系の病気だったと思いますけれども、自己免疫疾患というのかな、で闘病中だったアントニオ猪木元参議院議員79歳死去、あららら、ら、79歳か。若い頃からですね、運動して体を動かしてる人はあまし長生きしない説っていうのがありまして、っていうのはですね、人間が死ぬまでに動く心臓の鼓動は誰でも一緒だって言うんですよ。だからね、ドキドキする機会が多いですね、まあ長距離マラソン選手とか、そういう方は短命な場合が多いっていう説ありますね。昭和のスターの訃報が多いですな最近。元気があれば何でもできる、
逆がですね、元気がないから何もできない、これ逆もまた真なりだな。迷わず行けよ、行けばわかるさ。迷いっぱなしで全然わからない、逆もまた真なりっていう感じだな。まあ名言、を残して、くれました。ほっこりニュース、有志の作った安倍総理デジタル献花受付終了、52万429名が賛同し参加献花、寄せられたメッセージはすべて昭恵夫人に届けられたそうであります。話や献花された方ありがとうございました。ほっこりニュース2、あちこちで左翼思想を丸出して煙たがられ仕事もない、ラサール石井さん、ラサール高校 OB 会から芸名変えろと要求されてしまう、迷惑なんでということで、石井今更めんどくさいわとこれを拒否、世論、在校生卒業生にはさぞ迷惑だろう、ついにガチの OB からクレーム来たか、とことんやってほしい、ラサール高校のイメージがこいつのせいで悪くなってるのは否定できない、母校に配慮ができない人なんだと思う、ラサールに迷惑かけ続ける石井、今更でも変えるべき、他人にああしろこうしろというくせに他人の声には全く聞かないのな、よそに迷惑かけるんじゃありません、その返し全然おもんな、芸人なのにね、全然おもんないですねっていう、まあね、あのサヨール石井パヨール石井でいいのでは、ラサール高校卒業者が全て左翼思想の持ち主じゃないんだぜ、中にはガリガリの右翼な方もいらっしゃるでしょうからね、面白くないわな、そういう人にとってはな、この人のご両親はお元気なのかな、母校に迷惑かけて親が見たら泣くよ、パヨールさんにお子さんっていらっしゃるのかな、子が見たら親父のこういう所業恥じるよ、極右者石井さんには分かんないかもしれないですけどね、ほっこりニュースさん、9月30日昨日ですね、参院議会運営委員会、ガーシーの出した海外渡航届を全会一致で却下渡航理由に政治経済事情調査って書かれてたそうなんですよね。なんでそれで国会サボんなくちゃなんないのっていうことで、まあ却下、これ通らないですね、国会法正当な理由なく召集7日間経過で懲罰に向けて着々と堀を埋められてますな、次は公開議事堂での開国かな、それも来なければさらに公開議事堂での開国をバックレたことに対して懲罰委員会開かれますよね、相変わらずのバガリッケンニュース、統一の勉強会に辻元清美が出席したことについて、泉代表ちょっとだからセーフ岡田幹事長選挙手伝ってもらったわけじゃないからセーフって、これが自民党議員だったらお座りするくせに何このダブスと、こんなんだから支持率低下が止められないんですよ、野党第一党から転げ落ちたし、相変わらずのバガリッケンニュース2、蓮舫私の票と比例票が大きく減ったのはひとえに執行部のせい泉代表に辞任を迫りました、自分が悪いとは全く思っていないご様子、問題点を見つけ出して文章化できた時点で半分は解決しても同然っていう理論がありまして、この理論からですね、こいつはこれからもこの調子で行くようですね、安心安全、問題解決っていうか改善の見込みはなくて、ああ安心した、ああ下手に改心されてもね、あの扱いに困るんで、42歳の時171万票取ったな、48歳112万票54歳67万票、これあの3回に及ぶ参院選のあの東京選挙区の票数なんですけども、まあ執行部に文句言いたくなるのはわかりますが、これあの若い美女枠から外れたとも考えられますね、月日の流れは残酷ですな、それにあの自分もですね散々バカなこと言って
ブーメランを乱投して党の評判を落とすことに大貢献してたでしょ、党のせいで自分の票が減ったんじゃなくてお前が党の評判を落としてないかって話、根っからの嘘つき C カズオ、はい失礼しました。根っからの嘘つき C カズオ、今日のツイート、今日から75歳以上の医療負担が2割に、こんな血も涙もない冷たい政治はないと、嘘こきまして、それに対して即ツッコミ事案が発生しておりました。2割になるのは高所得者約2割で、8割の人は1割のままだぞ、さらにですね、2割になる世帯、2割になっちゃう世帯にはですね、補助として月3000円給付されるフォロー付きだそうであります。まあこれに騙されて騒げってことなんでしょうね。 C カズオはね、共産党信者に向かっての、これで騒ぎっていう、指令なんでしょうけど、書き方、すでに出来上がってる安倍側はですね、こんなんでも喜んで同じことあちこちで言って回るんでしょうね。多分 C カズオと同じこと、今日から2割血も涙もないっつってあちこちで言って回るんでしょうね、すでに出来上がってる安倍側は。アメリカ、イタリアに続き、ブルガリア、リトアニア、ルーマニア、ラトビア、ポーランド、エストニアなど、6カ国が、在ロ、自国民に対し、退避勧告開始だそうであります。日本政府も実は3月に、在ロ邦人退避を呼びかけているが、会見しないと強制できないんで、今いる人は納得済みでロシアにいるんでしょう。ロシア人と結婚しているとかであるとか、ロシアにもう何十年もいて土地も買ったし家も建ったしなんつって根付いてる、商売もこっちだしなんて人なんでしょうね。こういう人らを人質にされても日本政府はね、侵略せずに迷わず行けよ、行けばわかるさ。話は変わりますけれども、会見賛成だが俺らの使った案以外は拒否、緊急事態条項絶対反対、独裁になるって主張してる党ありますけれども、それって実質会見を阻止してますよね。緊急事態条項ない国ないよ。これないと国民に命令できないから、こういう時困るよ。防衛線もこんなになるしね。防衛拠点にすっから、この町のあの住人は全員退出してくださいなんて、強制できないと、戦えなくなっちゃうよ。俺は死んでも動かないなんていう、頑固者とかがいると、めんどくせえじゃん。勝手にしろっつって、町がボコボコに戦場になる予定なのに、勝手にしろとはなかなか言いづらいですからね。緊急事態条項で独裁側は、ナチスの例を挙げて反対してますが、これ全権委任法っていうナチスの法律だよね、国会で、可決した、ドイツの、じゃあ何が、今の日本は緊急事態条項っていう最後のワンピースをはめさえすれば1933年3月24日のドイツと、これ全権委任法が可決された日なんですけれども、ドイツと同じ状況になるのかって話なんですよね。そんなに戦前のドイツと同じなの今の日本。全権委任法が可決されるほどそのドイツなの、足りないのはその緊急事態条項のワンピースだけなのですね、そういう疑問がありますよね。ロシアからの退避勧告が増えたのは、ロシアが占領したウクライナ東部4州の併合を宣言したから、ウクライナ全土の約 15% の面積だそうであります。さらにプーチン、領土をあらゆる手段を使って守ると演説し、併合した地域防衛のため核兵器使用を示唆だそうで、勝手に自国領って宣言した4州に攻め込んだ奪還軍はですね、侵略軍だ、ロシアを侵略するなとか言って核使うっていう、へりくつなんでしょうね。ただ落とす場所はその占領した4州なんでしょう、今までのロシア領土には落とさないんでしょうね。国連安保理、
ロシアの4州併合は無効、決議の採決を取りました。常任理事国のロシアが拒否して決議はお流れ何この茶碗っていう、投票棄権は中国、ブラジル、インド、ガボンの4カ国、ことロシアに関してはインドは全面的には信用できませんな、ロシアに関しては、なんかロシアの原油、ガス安く買い叩いて横流ししてるっていう噂もありますし、世論です。ギャグ組織、国連解体しろ、意味のない組織だよ、紛争当事者が拒否権とか、本当に何の意味もないゴミ組織、戦争ではなく特別軍事作戦だから政府というクソ理屈、国連はプーチン一人以下の存在だってことだわな。今まで国連が役に立ったことってある？SDGs なんてものを押し付ける日本にとって百害な組織が国連であります。だってね、日独伊を封じ込めるための戦勝国連合っていうのが正式名称だもんね。いずれはロシア動かなくなると思いますけれども、そうなったらロシアを封じ込めるための新戦勝国連合っていうのができるでしょうね。国連、戦争やめろ。ロシア、これはウクライナにいるロシア人をネオナチから守るための特別作戦である。国連、併合は無効だ。ロシア、うるせえな。結局は軍事力なんですよね。話し合いでは全くの幻想。話すどころか殴っても理解しない国がごくごく近所にあることからもわかりますよね。殴ってもわからないっていう国あるじゃんか、ごくごく近くに。さらにプーチン、西側諸国を悪魔主義と激しく非難。何言ってんだこいつ。世論、お前が言うな、悪魔はお前らだろ。もはや病気、だいぶ頭がおかしくなってんな。やばい、ガチの気違いやん。いい感じで電波を受信できるようについに狂ったか、意外に早かったね。こんなやつが核を持ってるとか。西側諸国はなんだその巨大な主語は。西側諸国以外しかまあ味方がいないからしょうがないですよね。悪魔主義だってお前が言うな。お前が気違いは自分の気違いとは思ってませんからね。ウクライナ侵略なんかするはずがない。やった、経済封鎖で白旗を上げないわけがない。踏ん張ってる。広大なウクライナ全土の占領なんかできるわけがない。その通りだった。これはできてなかった。できなはずがなかった。占領区域の併合なんてするわけがない。やった。核兵器なんて使えるわけがない。これが今です。いや使うかもよ。今のロシアはプーチンに向かってですね、狂ってますよって言える人いないんじゃないの。そういう人はもうとっくにこの世にいない。反戦デモやれば捕まって戦場送りだしね。反戦デモで王様は裸ですよって言ってる人はよし戦場送りだっつって、あくまで自分が裸であることを認める王様、それがプーチンなんじゃないか。9月30日、昨日ですね、東京都、都民全員分のシェルター確保と発表。世論、例の地下神殿、デパ地下や地下鉄敷地も入ってるだろうな。営業時間外は正常してそうだけど、そのための地下鉄もだもんな。爆風でソーラーパネルが燃えながら散乱しそう。77年間の平和もこれで終わりか。例の地下神殿の正式名称は首都圏外郭放水路であります。こんな感じの、まあ有名なんで知ってる方も多いとは思いますけれども、洪水予防のための貯留施設で春日部市にあるので私は行けないな。埼玉県の皆様、春日部市民の皆様、ミサイルが落っこってきたらここに避難してください。私の最寄りの避難先は地下鉄構内になりそうですけれども、こういうところに大勢避難してトイレの水や下水が滞ると大困り、大混乱ですね。これ実際、実際ね、白虎隊で有名な会津の鶴ヶ城はそれで降伏してますしね、幕府軍にね。もうトイレがどうしようもなんなくなっちゃってもう降伏、鶴ヶ城残念無念。今この時に東京都が
シェルターありますよ発表する理由、あいよいよ危険なのかな、ロシアな、核兵器なんか使うわけがわかんないですよ本当に、まあまあ、あの土地狂って、日本だったら東京よりも横田横須賀米軍基地、反撃されるからね、あのそこ無傷で残しとくとね、そこら辺にあの飛んできそうですけれども、まあまあ、あのちょっと警戒は必要かと思われます。というわけで明日の NHK 解体デモご参集よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。